じゃあ始めたいと思います。大阪大学の飯島と申します。今日紹介したいのはこれですね。コーチングから生まれた熱いビジネスチームを作る4つのタイプと、こういう本ご存知ですか？いや、タイトルは見て買おうかなって。まあそうですね、まあ、僕もちょっと本をあんまし読まずに紹介する人がいるっていう話を聞き、ちょっとドキッとした類いなんで。いや、いいことなんですよ。すごい妄想力を働かせながら本を紹介したいと思います。で、これ書いてあるのは要は、まあ、ビジネスの場面で、それぞれの上司とか部下とかいろんなタイプがいるので、そのタイプ分けをして、身の回りの人たちをタイプ分けをして、それぞれに対して適切な接し方をしましょうということなんですね。で、例えばこの中でもう周りとの人間関係はもう完璧だと、パーフェクトだとっていう方はいますか？僕はいつでもいける。あるいはじゃあ何かちょっと問題があるなとか、もうちょっと改善したいなっていう方はどれくらい？なるほど。じゃあ後の方はまあ普通ぐらい。で、この方はそういういろいろなビジネスの場面で部下と上司の関係とかいうのを実際に目で見て、でコーチングをするっていう仕事を、まあ、そういう仕事をしている人なので、まあ、その人の本です。で、この人がすごく言ってたことはですね、その、まあ、さっきちょっとちらっと見たばっかなんですけど、この人が言ってたのは、要はいろいろこうヒアリングして聞いていくと、なんか結局部下と上司の関係でも価値観が、なんかあの人の言ってることはよくわかんないだとか、なんでああいう、まあ普通に言えばいいのにああいう言い方をするんだ、なんかそういう場面が生じてくる。で、結局のところ何に落ち着くかといったら、結局価値観が合わない。要するに価値観が合わないから何かこう人間関係がうまくいかないんだなと。で、そういう話を知ったんですね。それで普通の人は大抵それで諦めてしまうんですよ。価値観合わないからもうあいつに何言ってもしょうがないよというふうになるんですけど、じゃあ問題の原因はどこかっていったら、要は価値観なんですよね。つまり価値観、その人の価値観、接している人の価値観っていうのはどういう価値観を持っているんですかっていうのを、このようにタイプ分けすることによって、まあ、解決できると。で、あまりまあ時間がないので、それぞれのタイプ分けをまず言いますと、まず1つ目、コントローラータイプ。全部4つ紹介しますと、1つ目はコントローラータイプ、2つ目はアナライザータイプ、3つ目はプロモータータイプで、4つ目はサポータータイプと、まあ、大体この4つに分けられるんじゃないかなというふうに言っています。まずコントローラータイプ、何かっていうと、実行力でチームをリードするタイプ。要は会社の経営者とかそういう人に多い方で、常に自分でコントロールしようとするタイプの方です。だからこういう方にはあまりその人をコントロールしないようにしないといけない。例えば会社のヒアリングとかをするときにも、こっちからいろいろ質問を浴びせる、例えば経営状況どうですかとか、そういうふうなのじゃなくて、教えを請う形で接しましょうと。それがまあコントローラータイプです。で、2つ目はアナライザータイプ。これは、一言で言うと、冷静沈着に現状分析。なので、例えば、まあ、表面的なことを言うんじゃなくて、そもそもこういうデータがありますよと、こういうデータがあるから私はこう考えましたと、こう時間をかけてしっかり接することが大事だっていうのが、アナライザータイプで、もう一つこれ面白いのが、うちの研究室にもいるんですけど、プロモータータイプ。夢を語って盛り上がるというタイプです。で、この下にはもう根拠なんか全然いいんです。とにかくその人に対しては褒める。あるいは話を聞く。もっと教えて。その話、旅行に行ったの？どこに行ったの？もっと教えてと。そういう話をこう、どんどん話してもらうと、勝手に一人で喋り出すと。まあそういうタイプですね。で、四つ目ですけど、これがサポータータイプ。合意と協調が何より大事。まあビジネスチームの中にはまあいると思うんですけど、自分がリーダーシップを発揮するというわけではないんですけど、何かしら一つのその中での役割を決めて、そのチームがうまくいくようにする人がいる。で、この人たちっていうのは、その人ってそのチームの中ですごい大事なんですよ。じゃあどうやって大事にしたらいいかっていうのももちろん書かれていて、要はいろいろ考えて何か仕事をしてくれるので、それに対してしっかり認めてあげる、こまめにやり取りを取るっていうことが、まあ、書かれていて、で、そういうふうに今まで自分の周りの、まあ、部下もいれば上司もいると思うんですけど、4つにそれぞれに分けて、まあ、もちろん完璧には、まあ、分からないです。例えば
コントローラータイプでありアナログタイプであるとか、まあ、そういう場合もあると思うんですけど、そういうふうにこうカテゴライズしてちょっと自分の周りの、人間関係を考えてみましょうということですね。で、まあこんなのそんなの知っても、まあそれはまあ場合によっても違うだろうと思うかもしれないですけど、結構まあいろいろ当てはめて考えると面白くて、まあそんな真面目に読まなくてもよくて、この本をまあ使いながら自分の人間関係を友達とちょっと喋って、あいつはコントローラータイプだとか、あいつはアナラーダータイプだとか、あともしプロモータータイプにあったらすごい褒めてあげるとか、そういうなんか遊び方をしながら、まあちょっと楽しんでもらえたらなという、そういう本です。はい、おしまいです。